はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダー龍騎翼翔剣デラックスダークバイザーです。はい、前に龍騎関連のアイテムを紹介した時にいろいろ買ってまだダークバイザーをレビューしてませんでしたので、 CSM も予約開始になったことですし、これも見ていこうかな。これは龍騎のもう一人の主人公の仮面ライダーナイトが使う召喚機兼武器で、ドラッグバイザーは龍の頭部でしたが、こちらはコウモリ型ですね。箱の横側、上側、反対側と後ろ側は遊び方になってて、トリガーを押すことで斬撃音が鳴って、レバーアクションでバイザー展開、アドベントカードセットで、個別音声はありませんが召喚音が鳴って目が点灯で、サウンドが変わって、さらに付属のホルスターを使うことで V バックルに装着することもできます。アドベントカード5枚付きと書いてありますが、あくまで個別連動はドラッグバイザーでって感じですね。ではレビューしていきます。というか箱が相当横長で、ブレード部分の全長もかなり長いっぽいですが、これも未開封のもので、あ、すごいメッキとか使われてるんだ。中にはアドベントカードとホルスターパーツに、大きいホルスターパーツと、あ、やっぱダークバイザー全長長いっすね、当時のやつは。そして改めて見ると上品な西洋の剣型、サーベル型かな。で、ここが、劇中とは違いますが、メッキパーツになってて、この辺のおもちゃ感いいね。で、引っ張ると、おー、おーははは、ナイト的なアクションをすることができますね。すげえ。まず5枚のアドベントカードは、ファイナルベント、トリックベント、闇の翼、ダークウィング、ナスティベント、使ってたね、超音波みたいなやつ。さらに、ソードベント。そうそう。ソードベントって言うと、この槍型に持ち帰る形なんですよね。あの上から、くるくるくるっとね、光って飛んできて。で、背面はいつも通りの共通絵柄になっております。で、これは、アタックとか簡単な解説もありますね。個別音声は後ほどドラッグバイザーで確認しましょう。そして、ホルスターはかなりしっかりしたパーツが入ってて、すでに組み立て済みで、こういうやつにしてはすごい分厚い。ホルスターの使い方としては、当時のデラックス V バックルの、このサイドバックバックルの内側に付属の留め具をセットして、そうするとここ、ああなるほどね、こういう風にジョイントパーツが現れますから、ここに押し込んで引っ掛けると、よっと、おー、これでバックルを通し直せば、はい、 V バックルにホルスターが装着完了しますので、ここにダークバイザーを刺すことで、はい、このようにベルトと連結して装着することができますね。特にホルスター部分でロックしませんので、スッスッと出し入れができますね。そしてダークバイザー本体、改めて見るとすごいおしゃれなサーベル型で、まず剣先のデザインはこんな感じで、危なくないように軟質になってますし、ちょっとした装飾があったりとか、一番根元はスピーカーで、ここに電源オンオフがありますね。で、グリップ部分も結構凝った見た目になってて、この辺とかレバー部分とかメッキパーツが使われてますし、グリップの上側にトリガーパーツがありますね。反対側、グリップ周辺のコウモリ柄はこんな感じ。本編だとこの辺とかこの辺も全部メタリック塗装でしたが、ここはおもちゃ的にメッキパーツと銀ピカシールになってて、割と映り込むような形ですね。そしてこの部分にはナイトのカードデッキと同じ柄があって、コウモリ部分はかなり釣り目顔。ギミックとしてはレバーを引くと羽が開いて、カードをセットする箇所が出てきて、押すと閉まります。本編でもね、こういう風に持って、こう引っ張って開けたり閉めたりしましたね。結構ガチャッと閉まるな。でもなんか思いっきりロックがかかるとか、そういうものでもないんですね。あと見えづらいですが、コウモリの顔の下にスイッチがあって、カードをセットして、そのスイッチが押されることで、音声が変わるって感じですね。で、カードはかなりここでロックされますから、相当しっかりハマってる感がありますし、簡単に引っ張っても取れませんね。ぐっと引っ張って、メッキの下にカードを入れてから取り出すと。こういう流れでセットするような形。カードセット状態の見た目はこうで、ナイトはこの状態から、ガチャッとね、こんな感じでしたね。てか、こんな簡単なアクションなのに楽しいんだよな。じゃあ、電源をオンして、起動音が鳴ったらトリガー。まずは残り4。はい、コウモリの目が光って、キニギョン。音声は一種類で、連続して
氷擬音を鳴らすこともできますし、発光の点滅なんかもいい感じですね。ただ長押ししても特に音声が変わるとかそういうのはなくって、シンプルに顕微鏡1種類のみ。ではさらにアドベントカードをセットしましょう。カードは何でもいいので、とりあえずソードベントセットして、レバーを押すと、はい、閉まって、特にここで読み込み音とかそういうものはなりませんが、この状態でもう一度トリガーを押すと、はい、モンスターの羽ばたき音。一応説明書的には契約モンスターの召喚音ですね。がなります。長押ししても、音声は変わりませんので、顕微鏡音と一緒であくまで一種類。で、これを別のカードに入れ替えても、例えば、ファイナル弁当がありますから、セットして、ナイトだとなんかこういう風にね、持ってましたね、こうやって。で、セットして、ひっくり返して、読み込ませても音は鳴りませんね。残念ながら。で、トリガーを押すと、はい、特にカードを変えても、音声の変化はなくって、あくまで、召喚音のみ。ちょっとこれは寂しいね。なので、サウンドとしては、単純に起動音と、この召喚音。それと通常状態の、剣撃音の、まあ、カードなし状態ですね。の、剣撃音の、この3種類しか、音が入っておりませんので、遊び方としてはめちゃシンプルですね。とはいえベルト用のホルスターとかもついてますから、例えばここからダークバイザー武装状態からの自分でカードを抜いて、でダークバイザーで攻撃しつつ、カードセットで契約モンスター召喚みたいなそういう遊びができますね。では付属のカードをドラッグバイザーに読み込ませてみましょう。まずはソードベント。はい、個別認識してトリガーで個別音になりますね。そしてナスティーベント。いいね、読み込んでナスティーベント。はい、これも個別音声がなります。さらにダークウィングは以前付属してたものと同じですが、アドベント音声も共通、モンスター音で、というかこれの CSM 版が年内に届くとか超やばいんだけど、めっちゃ楽しみじゃん。トリックベント、認識率もバッチリだね。で最後はファイナルベント。ファイナルベントという形で、付属の5枚のカードは全てドラッグバイザーで専用連動サウンドが鳴ります。はい、ということで仮面ライダーナイトの召喚機の翼章剣ダークバイザーを紹介しました。他にもいろいろ竜騎関係はまだまだ未開封のものがありますので、その辺のおもちゃも CSM が到着するまで順次動画撮影していって、テンションをそれまでに高めていこうかな。リューガーのブラックドラッグバイザーも買ったので前に、その辺もやらないとね。以上、仮面ライダー竜騎翼章剣デラックスダークバイザーの紹介でした。